台湾日本人会の皆さん、それから、台北市日本交渉会の皆さん、こんにちは、さだまさしです。ようやくまた台湾で歌を聴いていただけるというのは本当に幸せですね。5年前の東日本大震災の時にも台湾からはいち早く支援の手を送っていただきまして、そのご恩は忘れておりません。早く、ご恩返しに歌いに行きたいと思ってたんですけど、なかなか叶いませんで、こんなに時間が経ってしまいました。でまた今年2月には台南の方で大変な地震災害がありました。そして4月には熊本でも、大変な地震被害が起きています。災害国に暮らす者同士、これからもいち早くお互いに助け合えるようなパイプ作り、僕ら歌しか歌うことはできませんけども、何かお互いに助け合えるためのパイプになっていきたいと、こういうふうに考えています。ちょうど台湾のコンサートは3回目になるんですけども、台南のあの大災害から丸1年、ちょうど経つ頃に伺うことになるわけですね。ますます、これからも台湾と日本が仲良くできるように、僕も一生懸命歌おうと思います。心を込めて歌います。何しろね、あれですね、ご飯はうまいし、それから足のマッサージが楽しみですね。もうあれがもう答えられないですよね。もう何しろ楽しみなことはたくさんあります。今回は、NHK のテレビも、やる予定にしておりますし、さまざまに台湾から日本にいろんなことをアピールしていきたいと思っています。ぜひともご協力のほどよろしくお願いします。さだまさしでした。よろしくお願いいたします。